はい、6月の2日、はい、何すんの？金曜日、今日も 何度目だ7度目ぐらいの入団の準備をしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、入団用の卵のいっぱいあるんじゃん。そう、いっぱいで、こっちにもあるんですよ。こっちの下ね。そうそうそう、これをおっと、さあ今回は有望かな。これ見よ三脚が必要かも。そうね、三脚どうぞよいしょ。三脚がないと、三脚ないと俺が何もしないことになっちゃうね。油性欄が多いといいな。ね、いいよ、いいじゃん。三脚先に準備しとけって話なんですけどね。朝なので頭が慌てておりません、皆さん。ね、この卵の移動ってさ、うんうん、頭が回ってない朝でもできるからいいよね。そうですね。うん、単純作業とかのいいところはそれだね。絢爛はね、ちょっと使うんだよな。でももうなんか、うん、そんなに難しいこと考えないから。報告書の作成とかに比べれば楽ちんです。あとは油性欄間違って出さないように、うっかりミスに注意。そうね、どうしてる。それでなくてもひなは少ないというに。今日は湿度が高いので向こうの換気扇を切りました。はい、カメラと困っちゃいますね。カメラと困っちゃう。落とすハプニングを起こしたくない。やだ。私前回かな、あのフランキーに入れる段階でやったんですよ。戻したの2つ。やったな。さようなら。やってしまった。もう絶望がすごいよ。でそいつは帰ったの。結局無精卵だったわ。あ、割れちゃったの。割れちゃった。でも無精卵そんなに成績がいいところではなかったのが救いだけれど、生まれたかもしれない。生まれたかもしれない。あの空豆ちゃん割っちゃった。ああ、そう、それね。よいしょ。あと一歩なんですけど、気質がまだ書いてない。なんか美味しい。気質チェックまで取れる。昨日の回収分。うん、明るい。ここですね。おー。ね。おー、ラッキー。パッて見つかるとラッキーだなって。ね、くるって引っかさないといけないと面倒いよ。そう、面倒。よいしょ。よし、これで全部ですね。よっ、どこに置こうか。よいしょ。横も空いてるよ。うんうん、あ、でも入る。はいはい、いっぱい。はい、40いくつだ。6ぐらい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,48? おー、やった。今年で一番多いです。
よし、では全部生まれるとは限らない。まあ、うん、いやでも全部生まれてくれてもいいんだけど、クランキーに深きには入るから。うんうん、はい、点検をしていきます。出ました。頑張っていこうぜ。トニさん、そっちの半分で。はい、そうだよ。なんか今日蒸し暑いの。めんどくせえな、お前。勝手に付箋が落ちた。ああ、気をつけ。勝手に付箋落ちてる。やめてほしい、取りにくいし。12、2の1336。あの、読めてくれ。1415。入段も後半というか残りの方が少ないんじゃないか。どういうこと？あー、12回ぐらいで負荷が終わるので、うんうん、今回も何だ、6回目7回目折り返しというか、うん、なるほど。入段の動画がだんだんと貴重になっていくと。そうですね、毎年やってることではあるんだけど、うん、みんな入段が見てるのはあと6回。まあ結構あるというあ、でも全部取れるとは限らないか。一人で取るのもどこまでやろうかしら。入団 RTA。 RTA？ 入団タイムアタック。ああ、急いで全部割りました。やめてください。そしたらなんかもうどうしよう割ったから最速じゃん。この怒りをどこにぶつければいいんだ。あ、ちなみに負荷のひなの負荷数が少ないと続きます、入団が。なるほど、限度はあるけど怒りの話の続きで、え、少ないと私が怒りますかと思ったらいやでも、うん、嫌なんですけどね。少ないの嫌なんだけどね少ないとね、去年よりも成績が落ちるということなので、その少ないやつが 100% 生き残ってくれればいいんだけどさ。あ、でもなんかそうじゃないでしょ、だちゃんたち。そうなんだよ。そんな一筋縄ではいかないやつだな。すんごい鉛筆の墨が乗りやすい卵と、そうでない卵。ね、多分白い卵は乗りやすい。ツヤツヤで。こいつ同じ。ああ、あれ、さっき書きやすかったのも31だ。ツヤが少ないんだ。31番は書きやすいのか。ツヤツヤがしっかりしてると書きづらい。口暗そうだ。それが正常なんだ。そうですね。1、3、4、4。なんか入るかな。よいしょ。帰ってくれ。ね、困っちゃう。帰ってくれないと。はい、取った付箋はこんな感じ。違う違う違う。今日捨てたよ。え、何をですか。あれ、いいよ、いいよ。家に出たやつ。家に出たやつ。家に出たやつ。え、あの黒いやつ。そう、家に出た黒いやつを、うん、袋に閉じ込めたやつを。外に出してあげなかったの。そう、外に出してあげなかった。なんで。だって開けるの怖いもん。うん、
まあ嫌でしょ、迷い込んでしまう、てめえ閉じ込みやがったな、ガブッて、ガブッガブってするのかね。よいしょ、まあ、黒い何かがね現れたんですよ、家に。なかなかそういうことはないと思う。私はないですね。あってほしくないですね。まあ黒いって言ってもね、クマとかね、そんなヤバいもんじゃないんですけど。クマが出たらもうニュースになってる。クマを、クマが民家に、そしてゴミ袋に入れてポイ。怖すぎる。どっちが人間が、人間が、そう。いいじゃん。あ、でも今年はヒグマが多いらしいです、北海道。こけし？え、ヒグマ。あ、これ今年ね。今年。今年がこけし。ああ、こけしじゃない。こけしは可愛い。ヒグマが、こけしって子供を消すって話でしょ？え、あのお人形じゃなくて？こけしってあのあれでしょ？あの頭の頭でっかちでしょ。あ、そうそうそう。あれって子供の代替品でしょ。あ、そういうことなの。人形ってなんかあれじゃないの、あの役を払うとかじゃないの。こけしって子供消すって書くんでしょ。へえー、いやひらがなしか知らない。重すぎる。いろいろ意味がありますよ。怖いね。知らないだけでね。ねえ、この天気作業ってさ、はい、本当はいるの？これ何に必要なの？まあデータを取るっていうだけですね。まあどこのパドックの油性乱立がいいとか良くないとか、異常が多いとか怖いとか、ん？よいしょ。あれか、だからあれか、32番の息子だとかなる。そうですね。あとはなんか鳥の性質かな。例えばシンブリーが帰ったらダチョウの助に似て人懐っこい性質の子が生まれるのかどうかとか。データを取るためです。孵化自体にはいらないね。うん、むしろこの作業手間だな。まあこの作業も手間だけど、これを入力してるのも結構手間。でもしばらくは必要なんじゃないかなと思います。確立するまでは。いらなくなった親はどうするんですか？え、どういうこと？ね、例えば32のメスのせいで足が悪い子がゾクゾクと生まれる。あ、そしたらその子の卵はもう食卵に食べちゃう。食べる用の卵はやっぱり必要なので。よいしょ。まあそれがね、ここの売り上げのねえ一部でもあるし。もうちょっと優生卵率が上がればこんなにいっぱい乳卵しなくてもいいと思うんですよね。そうだね。ピンポイントってさ。そう。90% とかだったら全然いい。したら30個ぐらい出れば。よいしょ。で、それがもう全部30個生まれてさ。そうそうそう。はい。よし。はい、ありがとうございます。お昼過ぎまで放置します。放置、卵の温度、卵じゃないや、冷
では作業終了です。はい。